10月17日木曜日朝6時45分のホームポイントはオフショアが背後から吹いてますね。それほど強くはありませんが肌寒いです。海はうねりは見えますが乗れるようなものではないですね。というか自然の力ってすごいですね。完全にビーチが復活しました。ホームポイントの右も背後から緩いオフショアが吹いてますね。筋のようなうねりは見えますがほぼフラットといえばフラットですね。気温は12度ですね。肌寒いです。海は筋のようなうねりはありますがほぼほぼフラットといえばフラットですね。